はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。素人チャンネルのマイカーの愛車自慢まで言ったらちょっと行き過ぎっていうか言い過ぎになるんで、今回、私が放置しているという車ですねの方の紹介に行きたいと思います。はい、では早速こちらですね。こちら、30後期セルシオ、状態あんまり良くないです。見てもらって分かるようにね、全然後付けの車外ウインカードアミラーのウインカーですね。でサイドフェンダーももう全部火にやられてますね。で上サンルーフで、後ろもスモークね、これ赤かな、赤ねえかな、うん、こんな感じで、あと車外マフラー、車外マフラー、うわ最悪、うん、車外マフラーね。こんな感じで、もう、セルシオの前期の純正ホイールに、車高はエアサス、純正エアサスで、車外のハーフスポイラー、ダクト入り、うん、というような感じの車ですね。昔所有していたというか、まあ今も所有してますけど、うん、こんな感じね。相当もう2年3年ぐらい放置、なんか純正のマフラーありますと。でこれ今日見積もりというか下取りの金額算出してもらって、しまってるね、そこそこいい値段がつきました。びっくりしますよ、この状態でこの値段と思ったら。あれ、セルシオ今まで乗りすぎてたので、鍵がどの分なのかっていうのが分かんなくなるんですよね。これじゃないんだったら次のこれか、久しぶりですよ。昔の高級車って感じね、いいですよねこれ。よいしょ、はい、どうでしょうで、ここエアサスコントローラーエアサスコントローラーで、ここね、シート、ヒーター、クーラーもついて、助手席も扱えるし、うん、リアね、後ろ3シェードもあるし、はい、サンルーフ。といったような感じで、セル動画、どうですかね。まあこういう風に本当に所有してましたよという紹介動画になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっと売れた金額とか内容っていうのはまた後日ちょっと動画にさせていただきますんで、それまでしばらくですね、
どのくらいの金額で売れたんだろうというのをちょっと予想しながら見ていただければいいかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。